はい、どうも、あっちゃんです。9月の29日、日曜日ですね。夜の20時12分になります。今日も楽しく暗号資産の情報を配信していきます。よろしくお願いします。来ました。我らがカルダノエイダ、大きな提携のニュースなので紹介したいと思います。カルダノエイダがニューバランスと提携と、サプライチェーンのブロックチェーン管理へというふうにあります。いきます。カルダの創設者で開発企業 IOHK の CEO であるチャールズ・ホスキンソン氏はニューバランスとのパートナーシップを発表したと。米国のフットウェアブランドニューバランスはカルダのブロックチェーンを使用してプレミアム商品の供給源を追跡管理する。この取り組みはパイロットで始まりグローバル展開を計画しているというふうにあります。で、こうスポーツメーカーとの、ね、提携は、まあ、アディダスとかが最近ね、カルダのと、まあ、提携したんじゃないかというような噂も出てきてましたけども、まあ、結果的にはねニューバランスだったようですというふうにあります。で、今ね、カルダノは2周年を迎えて、ブルガリアでしたっけね、なんかイベントを昨日かやってましたね。 YouTube でも動画流れてましたけども、まあ、その中の、一幕内容になるようですと。で、米国のニューバランスは2018年の年間収益41億ドル、世界中に8000人以上のスタッフを有する主要なスポーツシューズブランドですと。で、プレミアリーグのリバプール FC の公式キッドウェアサプライヤーを務めていると。で、同社はコピー製品を防ぐ有効な手段としてカルダノブロックチェーンを期待してますというふうにあります。で、28日ブルガリアのカルダノサミットで新しいコラボレーションを発表しましたと。計画によると購入者はカルダノの分散台帳を使用した流通市場向けに特別な設計されたコンシューマーレベルの、検証ソリューションで製品の商品の申請性を確認するというふうにあります。で、IOHK のスポークマンはパイロットの開発時期についてはコメントすることを拒否したと。カルダノネイティブ通貨エイダはこの取り組みに関与しないというふうにあります。なるほど。で、サプライチェーン管理はブロックチェーン技術の主要なユースケースですと。今年初めに米国大手スーパーマーケットのウォールマートはブロックチェーンのテクノロジーを利用して Linux ファンデーションのハイパーレジャーファブリックに基づく製品トレーサビリティシステムを構築していますと。で、今月、中国アリババ傘下のフィンテック大手アントフィナンシャルは商品及び農産物を追跡するブロックチェーンソリューションを開発のためドイツの製品会社バイエルクロップサイエンスと提携したと。商品の安全性、農業サプライチェーンに透明性と、トレーサビリティをもたらすのを目的にしてますとあります。で、まあ、スニーカーもそうですし、まあ、ウォールマートのようなね、まあ、商品や農産物を扱う、まあ、そのあたりで追跡するところでブロックチェーンのソリューションを利用したりといったところですね。で、このハイパーレジャーファブリックは、これも有名な、まあ、Linux ファンデーション傘下のオープンソースのブロックチェーンですね。で、まあ、こういった形で、まあ、商品のトレーサビリティに、ブロックチェーンを使うような動きが、まあ、活発化しているような形ですね。で、まあ、ただね、IOHK の技術力を、まあ、利用するといったところで、まあ、カルダノのエイダ、まあ、カルダノの通貨とは特にね、まだ関与しないというような形のようですね。はい。で、まあ、こういった大きなね、企業との提携は、まあ、当然この IOHK やカルダノ、まあ、またはエマーゴの、まあ、開発リソースの支援とかそういったところもね広がっていくようなことは、まあ、個人的にはねちょっと推察思っておりまして、まあ、非常にね良いニュースなんではないかなと思います。まあ、直接大きなエイダの価格に影響するということは、まあ、あまりなさそうな気もするんですけども、まあ、こういったね、ブロックチェーンの開発を取り組んでいる IOHK に対してまあ、開発の、まあ、支援であったり開発費を負担してくれるといったようなのも、まあね、予想できるかなというふうにちょっと思いました。で、まあ、ニューバランスはですね、まあ、スポーツメーカーの中でも上位5位6位あたり、のようですね。で、1位は、まあ、ナイキ、2位アディダスで、それ3位以降は、まあ、結構拮抗しているというような感じのようですね。まあ、ニューバランスは2023年に、売上高7000億円突破宣言というふうにありますとですね、まあ、この中で、まあ、当然ナイキはね群を言ってるというかナイキアディダスはまあ3兆2兆とかそういった世界なんですけども、まあ、ニューバランスもね、まあ、7000億円を目指すと言っていて、まあ、現在は5000億円前後ですね。18年度の売上高は5000億円
規模というふうになっているというところですね。結構右肩上がりで成長している企業ですね。このあたりが結構大きなね提携になるんではないかなと、カルダノにとって大きな提携になるんではないかなと思います。でね、こういった感じで上スポーツメーカーの上位が書かれていて、1位はねナイキですね。はい、ナイキは今年度ではないんですけど売上高3兆9000億だから4兆規模ですね。はい、でアディダスは2兆8000、3兆規模といった形ですね。それ以降3位はプーマ、アンダーアーマー、アシックスの3社三つどもえといった形で、それ以降にニューバランスが入ってくるようですね。はい、5000億、4000億、そのあたりが次に続くというような形です。でこの3位の座を狙い、2023年にはニューバランスが7000億を目指すというような形になってます。で、関連する形ですね、同じくニューバランス、カルダのブロックチェーン用にサプライチェーン提携といった形で書かれております。はい、偽造品の対処といったところですね。類似してますね、さっきの記事とね。で価格は先日のねビットコイン暴落に合わせてエーダもやはり6円ぐらいから4円にドカーンと下げましたけど、チャールズさんも戻ってくるよなんてツイートしてましたが、そういった矢先の、いい好材料の提携の話ではないでしょうかといったところです。はい、で続いてカルダのねテストネットの分散化フェーズスタートといったところで、先日も、シェリーのね、テストネットの話動画ちょっと上げさせてもらったんですけども、関連して、類似の記事が出ております。カルダのテストネットシェリーで分散化ノードの立ち上げ成功というふうに書かれてますね。はい、で IOHK チャールズ・ホスキンソン CEO は以前シェリーを経て完全に分散化するとカルダのネットワークはビットコインブロックチェーンネットワークの50から100倍分散化すると述べていたといったところで、いよいよね11月年末にかけてシェリー分散化ネットワークがリリースされパブリックチェーンとしてね世に出ていくことを期待していきたいと思いますっていったところで、カルダノのね記事は以上になります。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、ばっちゃんでした。